日米での EP3 電子戦偵察機共同訓練が開催され、東シナ海での防衛事情が変化している中、尖閣への中国の動きが変わってきました。日本のテレビでも報道されないことは結構多いと思いませんか？例えば、東日本大震災の際のいち早い台湾の援助について、被災地以外に知られるようになったのは数年経ってからでしたね。今回は報道されないニュースの一つ、南シナ海を外事の P3C 哨戒機が無断で飛行したことに中国が猛反発したが、日本は無視したという件について紹介したいと思います。日本の領土である尖閣諸島周辺海域へ何回も侵入行為を繰り返し、漁船を追跡するなど、次第に行動がエスカレート、凶暴化している中国。領海侵犯されても、日本は武器での攻撃はできず、退去を呼びかけるという丁寧な対応を強いられていますが、同じことを他の国がやると猛反発してくるのが中国です。2021年2月、日本政府に対して自国領と主張している南シナ海上空の無断飛行を非難する動きを伺わせているのです。もともと中国は南シナ海の約 80% の海域を勝手に自国領と宣言してます。昔々はそうだったのかもしれませんが、現在は全く違います。中国の勝手な言い分は日本のみならず、台湾はもちろん周辺国との紛争の種となり、しかも継続する原因になっています。今回は中国領と言い張る中のミスチーフ省の上空を海上自衛隊の航空機が無断で飛行したという指摘でした。現在の防衛大臣である岸信夫氏は2月26日、記者会見を開きました。その席上、外事の P3C 哨戒機の飛行行動は国際法に照らした上で、適法であると改めて宣言しました。これは、この海域の中国の領有を認めないという従来の立場を貫いたものです。南シナ海では、アメリカが艦艇を派遣する航行の自由、作戦が定期的に展開されています。2021年には、フランスの攻撃型原子力潜水艦も南シナ海を航行すると明言しているようです。これと歩調を揃えるように、イギリスも2021年には最新鋭航空母艦、クイーン・エリザベスを派遣することを決定しました。この上艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の両方の飛行隊を艦載させる予定となっています。つまり、大国の艦隊が、中国が主権を主張している南シナ海に派遣されることになるわけですね。このようなアメリカやヨーロッパ主要国の動きを見ると、西側諸国が一致団結して中国の南シナ海を含む周辺海域へ進出しつつある状況を牽制するものではないかと推測されているのです。だとすれば、日本には朗報ですが、果たして中国に効くのかどうかは不明です。何と言っても相手はあの中国ですからね。外国の艦隊を見て、中国がビビるほど
可愛げのある国とは思えませんし、逆に反発して、またまた軍備増強に走りそうです。中国は、南シナ海への進出行動を一気に加速させています。特にこの海域の、南沙諸島には、7カ所にわたる人工島を完成させていますし、現在も、その人工島内の整備を、毎日毎日強化し続けていると思われるのです。今回争点となったミスチーフ賞を含めて、中国が南沙諸島に人工島を建設していると国際的に認識され始めたのは最近になってからのことでした。2014年、平成26年頃と言われ、たった2年で7カ所の工事を行っています。その動きは人工衛星などから発見できなかったのかと思ってしまうのですが、なかなか難しいことだったのでしょうか。人工島の多数がミスチーフ礁と同じような干渉なのですが、満潮時には水没してしまう小さな暗礁だったにもかかわらず、強引に埋め立て、盛り土をして、あっという間に人工島を完成させました。そして、実効支配を確立させてしまったのです。特に注目されるのが、ミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スービ礁の3カ所です。これらの干渉には、大型旅客機が離着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されているそうです。要するに戦闘機から爆撃機まで、どんな航空機も運用可能とまで推測されるのです。滑走路だけに止まりません。中国はこれらの人工島に様々な施設を建築しています。その施設は軍事関係だけではなく、いわば民間施設まで含む多様な建造物が確認されるようにもなっているそうです。人工島は港湾部分の整備も進められており、航空戦力だけでなく海の軍事拠点としても重視していることがわかります。逆に言えば、中国以外の国にとっては、この場所が脅威になり得るということです。中国が軍事関連施設ではない施設を建造するのはどうしてでしょうか？そこに中国のずるい、賢い狙いが伺えます。つまり、軍事施設以外の建物を作ることで、軍事施設を守るという、新防遠慮です。軍事施設とは呼べないものの、代表としては、気象観測施設が一番に、思い浮かびます。しかし、この場所が干渉だった頃には満潮時以外には、水没してしまっていました。だから、居住することは不可能でした。中国は、生活できない場所に、強引に土地を造成し、民間人を、送り込んだのです。アメリカ軍は、最近のイラク戦争など、中東の、戦闘においても、軍事施設のみをターゲットとしたピンポイント攻撃を主として行うようにしています。民間人や民間施設を攻撃したという国際的世論の非難を交わす上でも、そうせざるを得ないという状況でしょう。湾岸戦争やイラク戦争で、誤射とは言いながら民間人や施設を攻撃し、多大な犠牲を出したことは忘れてはならないことです。
優秀なアメリカ軍の精密誘導兵器をもってしても、もともと面積が小さい人工島では、意図したターゲットに命中できても、その他の軍事施設以外の建物への被害を考慮して攻撃を控えてしまう可能性が高まることは簡単に想像できます。中国が人工島に民間人を送り込んだのは戦術としては誠に理にかなったものと言えるでしょう。さすがは韓非子を生んだ国だと妙な納得をしてしまいます。民間施設ではないかという不安を無視して攻撃を強行したとすれば、民間施設を巻き込んだ非道な攻撃であると、中国が国際社会に向けて自分の立場を正当化できる位置を得てしまうことも考えているのでしょう。こう考えると、中国とアメリカが実際に軍事衝突すれば戦場となるのは南シナ海が最有力と推定されていますから、戦略的には中国が優位に立っているのが現実かもしれません。韓国が不法に占拠している日本領の竹島をはじめとして、中国は人工島ではあるが、こうした本土から遠く離れた島嶼部における動きは実効支配を確立したものに分がある、つまり早い者勝ちということが明らかになっています。いくら昔からの主権があるといっても、実質的に支配してなければ理不尽ですが認められないということになってしまうということです。そういえば日本も散々揉めた挙句、尖閣諸島を国有化したものの何も手を打ってはいないですよね。日本の領土だと主張しても、その場所に中国人がいたら何も証拠にはならないのではないかと思います。なんとかならないものか、政治家の手腕に期待したいところなのですが、なかなか道は遠いようですね。今回非常に気になる尖閣侵入でのアメリカの中国への牽制を見ていきます。アメリカ国防総省ははじめ日本領土とはっきり明言していますが、その後はバイデン政権の今後の政策はどちらに優位になるのか、台湾や日本の今後は変化していくのだろうか、昨年2020年に引き続き尖閣諸島近海での中国公船の活動が増加の一途をたどっているが、2021年2月20日21日の両日にわたっては領海への侵入行為が発生するなど危機感を募らせている。この20日21日にそうした行動に及んだのは、中国海峡局に所属する2隻の
艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で領海内に侵入する行為を意図的に引き起こしている。中国政府は自国の海峡局に関する法改正をこの2月1日から施行させており、自らが必要と認めた場合に同局職員の個人携帯の重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルも合法化させている。このため、従来よりも容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加しており、2017年には中国海峡局自体が軍事警察の管轄下となっていることも相まって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況だ。2020年11月には、来日していた中国の王国務委員兼外相が日本の茂木外相の目の前で、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するからやむなく対応していると発言し、これに反応しなかった茂木外相に批判の声が上がった。一応、外務省側の見解によれば、この時の王国務委員兼外相と茂木外相との記者会見では、日中双方が自国の見解を主張する場であり、議論をする場ではなかったとの見方を示している。しかし、目の前で日本の政策を完全に否定する発言をする王国務委員兼外相を放っておいたのは、その主張を認めたことも同様な上、茂木外相が中国語で謝意を示した点に非難が集中した。こうした尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾しての領海侵入でも明らかとなってきており、政治上からも現場運用からも激しさを増していることは拭いようがない事実と化している。今年2021年2月8日の中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海峡局所属の艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べており、先の海峡法改正を盾にその行いを正当化している。その上で、尖閣諸島を中国固有の領土であるとの従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾とともに日本に奪われたものとする中国政府の持論を改めて誇示した。こうした状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は2月24日に、尖閣諸島に日本の主権があると認めて、中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表、日本を援護したかに見えた。しかし、2日後の26日に、カービー報道官は、その発言の誤りを謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた尖閣諸島をはじめとする日本の防衛にこれまでと同様にアメリカが関与すると述べるに止まった。このカービー報道官の発言の修正は、従来通りにアメリカ政府としては尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在についてはその限りではないとする玉虫色の内容だ。今年2021にアメリカが民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛にはこれまで通りにその後押しが期待できると日本では考えられてきただけに、その危うさは計り知れない。先のカービー報道官の修正発言、つまりこれを額面通りに
受け取るとするのならば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態なのだ。この方針をアメリカが堅持することをあえて政治的に示したということは、中国と日本との間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカの軍事的な支援は厳しいと見るべきだろう。こうしたアメリカの動きと前後して、日本政府は25日に日本の領土に上陸する目的で、他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明らかにした。これは、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における現在の中国公船への対応を念頭に置いたものであることは明白だ。海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して、重火器によって危害を加える行動を危害射撃と定義しているが、昨今の情勢を鑑みて、実効的な解釈に踏み込もうとすものだろう。大枠において、海上保安庁法は、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用を認めており、警察権限の一部として、職務執行上の範囲に含んでいる。しかし、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に、非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ、これを行えるとしており、その解釈によって、是非が問われることになる。今回日本政府が示した見解は、具体的には、尖閣諸島に中国側が上陸する。目的で、艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することにあたるとみなすことを意味している。さらに、海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して、海上警備行動が発令されるケースでも同じく、機外射撃を認めるとしており、より抑止力として対応を強化する解釈と言えそうだ。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。
近年潜水艦は各国で増加しており、日本の EEZ 内に侵入いち早く発見し、行動を監視している。中でも中国籍潜水艦の侵入行動は目に余るものがある。しかし、日本の水中電浄センサーの進化を発揮している。海自潜水艦だけが他国の潜水艦を発見しているわけではない。直近の中国潜水艦をどのように発見追跡をしているのか見ていきますね。中国海軍所属とみられる潜水艦が日本の南西列島付近接続水域内を潜航したまま航行しているのを海上自衛隊の水中電浄センサー水中聴音機が捕捉したことが明らかに。中国の潜水艦なら2016年1月以来約1年半ぶりの行動となるが、果たして中国海軍、さらに中国共産党指導部は何を意図しているのか。海上自衛隊、ひいては日本が世界に誇る潜水艦探知能力が今周辺国の日本海周辺での防衛行動を捕捉している。無論、南西列島近辺において活動している中国潜水艦も日本の潜水艦捕捉技術、能力で発見されていることとは言うまでもない。では、直近の中国潜水艦をどのように発見追跡をしているのかについて述べていくことにする。2020年6月18日から20日にかけて、中国海軍の所属とみられる潜水艦が奄美大島並びに横島島周辺のトカラ海峡、日本の接続水域内を潜航したまま航行し、南西方向の東シナ海に抜けたとみられることが、日本のマスコミを通じて防衛省より発表された。当然のことであるが、中国側からは何の声明も出されておらず、また、これを発表した日本の防衛省側でも潜水艦探知能力が公になって今後の防衛上の任務に支障をきたさぬようにと具体的な証拠などを示すことは控えた。そのため確定ではないものの中国海軍の所属潜水艦であるとされており、これが事実だとすると、2018年1月の尖閣諸島近海での接続水域航行からおよそ1年半ぶりの事象となる。この前回のケースでは、海上自衛隊の追尾を受けた中国海軍の小級原子力潜水艦が、その後浮上して中国国旗を掲げる前代未聞の出来事に発展している。結果、こういう事案では推測で公表されるのであるが、潜水艦の国籍は、元より艦級、艦首までも明かされたことが、国内外で話題となった。これは、秘匿性を市場の価値とする潜水艦が、わざわざ、その存在を相手に、晒すことなど、通常であればとても考えられない事態として、日本のみならず中国でもその行動を問題視する声が聞かれた。今回のケースでも海上自衛隊の P1、P3 哨戒機と護衛艦、加賀などの複数の艦艇が当該潜水艦の追尾を行っており、もちろん海上自衛隊としては艦級、艦首はもとより、個々の艦まで識別していると推測される。
当然、海上自衛隊では、その発見方法を含めて手の内を明かさないためとして、探知方法等の詳細な情報は一切公表していないが、海上自衛隊は敵潜水艦の発見に艦艇や追潜哨戒機に搭載されている。ソナーのみでなく、海底に据え付ける固定型ものも保持していると思われる。こうしたソナー、つまり水中音を用いた捕捉手法に加えて、水中の電流を感知する方法や、水中の温度変化を感知する方法など、複数の潜水艦探知技術を併用している可能性も考えられる。水中の電流を感知するには、潜水艦が船体の腐食を防ぐために発している防食用の電流、または漏電した電流、さらに航行中の潜水艦が地磁気に与える電流などを磁気センサーで捉える手法が存在している。また温度変化の感知方法は、潜水艦が先行航行する場合、原子力推進であれば高温の排水が、通常動力型であれば先行深度に応じた低温の海水を攪拌することから、その温度差を捉えるものとみられる。いずれにしても、海上自衛隊の潜水艦発見手法やその後の対処に関しては公式見解が示されることはないが、やはり気になるのは、中国海軍の潜水艦の艦級、艦首である。2018年1月の場合は、自ら浮上したことで映像にも撮られており、その形状から小旧原子力潜水艦であることが判明している。今回のケースの潜水艦は、現時点で得られた情報から考えると039A 型の攻撃型潜水艦ではないかと思われる。039A 型潜水艦は NATO の別名では元型とも呼ばれていて、基準排水量が2000トン、水中排水量が2400トン、全長72メートル、最大幅 8.4 メートルの比較的小型のディーゼル推進潜水艦である。039A 型潜水艦は2006年から一番艦が就役開始、これまでに全13隻が建造、実戦配備されている。そして、さらに、あと7隻が計画中であり、計画のものも含めて20隻となる。中国海軍のディーゼル推進潜水艦としては、2020年現在でも最新の艦級、艦種に該当している。この039A 型潜水艦の就役に伴い旧式化した潜水艦は、自国沿岸部の海域を主要行動範囲に変更、039A 型潜水艦が太平洋につながる外洋を担当することになったと考えられる。今回、日本の接続水域内を先行したまま航行した潜水艦は 039A 型潜水艦であり、太平洋方面から東シナ海に抜けた行動から中国への帰投を目指していたと推測される。039A 型潜水艦は、海上自衛隊の双竜型でも10番艦の小竜までが採用していた非対機依存推進機関のスターリング機関とディーゼル機関の両方を搭載する潜水艦と言われ、タイへの輸出も確認されている。ちなみに、
放流以降は、スターリング機関に変えてリチウム電池を採用している。今回の奄美大島並びに、横島島周辺の日本の接続水域は、地理上では、トカラ海峡と呼ばれているが、これをめぐる中国と日本の、両国の公式見解も、そもそも食い違っている。これは、トカラ海峡を国際海峡とみなすか否かという問題であり、日本は、もちろん、国際海峡ではないとし、国際海峡ととする中国とは、180度異なる。中国が、トカラ海峡を国際海峡だと主張する理由は、もし、国際海峡そうであれば、潜水艦が先行したまま通過することが、可能であるためであり、根拠は全くない。日本側は、ただ無害通行のみ、つまり、潜水艦なら浮上して航行すべきとしている。今回の事象では、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦は丸2日間にわたり、約3ヌット以下とみられる、微弱な速度で、先行航行を続けており、このことの正確さからも、極めて意図的に行動していたと考えられる。2016年1月のケースと異なるのは、最終的に浮上して国籍を明かしたか、否かの点だが、2016年の事例では、自国内からも多くの批判の声が、上げられたこともあった教訓から、今回はあくまで浮上しない姿勢を、貫いたと考えられる。